ちょっと休憩なので、なんかじゃあクイズ出します。津波クイズ。3問正解したら褒めます。第1問。津波の小学生の頃のあだ名は5、4、3、2、5円。5円でした。はい、じゃあ津波の、じゃあ名前をつけた人は誰でしょう。津波英順の名前をつけた人。いきます。5、4、3、2、1、0。はい、近所のおっさん。はい、じゃあ最後です、どうする。じゃあ菅波がさっき食べた、スイーツは何でしょう。これじゃあ3択にしましょうか。1杏仁豆腐、2アイス、3チョコレート。いきます。5、4、3、2。はい、正解は1番の杏仁豆腐でした。じゃあちょっと変な手順、首痛くなりましたけど、じゃあ褒めます。正解者、あなたすごい。これからもよろしくお願いします。じゃあちょっと仕事に戻ります。